はい、どうもちは、ササイアンです。本日もニュースをつっついていきましょう。本日6日テレビ朝日のスーパー社員こと玉川徹さんが全面謝罪に追い込まれてしまいました。謝罪の原因はですね、テレ朝社員が宴会を開き、送別会を開いてですね、そのうち4名がコロナに集団感染してしまいましたということで、それの謝罪をしたわけでございますけどもね、はっきり言ってね、終わってますよ。と、まあ、こんな呆れモードな感じで、今日はね、お話ししていきたいと思います。僕のおしゃべりを聞いて目のつけどころがいいねと思った方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではね、早速、記事の方から参りましょうか。デイリーより、見出しがですね、玉川徹氏、頭下げる、サンデーライブスタッフ、コロナ感染許せない、恥ずかしいということで、それでは早速本文の方読んでいきましょう。テレビ朝日玉川徹氏が6日羽鳥慎一モーニングショーで同局のサンデーライブスタッフ4名が送別会で新型コロナ陽性反応が出たことに本当に申し訳ない、許せないと詫びながら怒りをにじませた。もういきなりね、冒頭から突っ込んでしまって申し訳ないんですけどもね、玉川さんが許せないっていうそのセリフはね、こっち側が言うセリフなんでね、そこまでして正義感ぶるのであれば、これはね、テレ朝早川社長の責任問題だとしてですね、まずは記者会見を開けだとか、さもなくば辞任だとかね、それくらいの勢いで自社を罵倒してほしいんだけどもね、それが言えないなら黙って頭を下げなさいと、そういうふうに思いますけれどもね。で、番組では同局サンデーライブスタッフ9人が放送後にスタッフルームで送別会を行い、そのうち6人が近くの飲食店に移動、その結果4人に陽性反応が出たことを取り上げ、局として社内ルールを無視し自覚を欠く行動があったことは大変遺憾であり深く反省しておりますという謝罪文も読み上げた。これに同じテレ朝勤務の玉川氏は、同じ社員として視聴者の皆様に本当に申し訳なく思います、本当に申し訳ないと頭を下げた、そして新型コロナを伝える立場としても恥ずかしい、本当に恥ずかしいとコメント。サンデーライブでも政治家の会食や官僚の会食などの問題を取り上げてきたことから、それなのにそういう番組のスタッフがまさにそういうことをして何を考えているのだろう、情けなく恥ずかしく思うと厳しい表情。だからね、一緒に出ていた菊間アナ、今は菊間弁護士になるのかな、もう言っておりましたけれどもね、こういうのって謝罪だけじゃなくて検証しなきゃダメなんですよね。それにテレ朝にはね、一丁前な社員がなんか物知り顔でやってるそもそも総研っていうねコーナーがあるじゃないの。あれね、テレ朝の名物企画でしょ。あれで玉川さんがそもそもなんで宴会なんかしちゃったのさってね、サンデーライブのスタッフをとっ捕まえてね、突撃取材でもすればいいんですよ。そうやって身内をいじり倒していけばね、拍手喝采じゃありませんかね。世間を味方につけるというのはそういうことだと思うんですけれどもね。で、テレビは好機とも語り、好機に関わる我々も公に尽くす立場、こうなったのはまさに恥ずべきことだと私は思います。同じ社内ですが許せないと厳しい言葉を発した。羽鳥慎一アナウンサーも理解不能、びっくりと首をかしげていた。おしまいって、おい羽鳥さん、あんたも理解不能びっくりじゃないでしょうよ。何度も言うんだけれどもね、見てる僕らが理解不能なの。他の事件だとかニュースであればね、視聴者に共感を得られる言葉を使うのもいいんだけれども、今回の場合はオタクの局の内部で起きた出来事なんだよね。羽鳥さんがいくらフリーの、ね、雇われアナウンサーだったとしてもですよ、僕もびっくり、理解不能ってのはね、どっち側でものを喋ってんでしょうかという風に聞こえますけれども、ね、ちょっと大丈夫でしょうかね。そもそもモーニングショーの番組司会者 MC は羽鳥さんですよ。玉川さんはね、これテレ朝の社員として謝罪するのはまあね、同意としてはね、それもありなんだけれども、でもね、常日頃政府や官僚やらのね、こう批判をしているこの番組において、出演者の中で最も責任が重いのは司会者である羽鳥さんなんですからね。本来であれば羽鳥さんが番組代表者としてね、こうテレ朝のね、顔の番組代表者として深々と頭を下げるのが筋だと思うんですけども、僕だけですかね、感覚がずれてるのはね。あとね、そうそう、このモーニングショーの番組で3月にクビになった、ごめんなさい、なんかちょっとね、悪意があるような発言でしたので訂正させていただきます。この3月に番組を無理やり卒業させられたというね、青木 D さんことね、青木治さんや、あっちの吉永ではない、こっちの吉永ことね、作家の吉永美智子さんに対しても、本来であればね、送別会をやりたかったんだけれども、このコロナ禍の中でやむなくやれなかったみたいなね、あえて送別会をしなかったんです、的なね、正義感丸出しで羽鳥さんは強調しておりましたけれども、だからなんだと言いたいんですよね。内部で努力していたにもかかわらず、なんて話は世間的にはどうでもいい話だし、その努力も実際ね、
僕らは知る由もないのでね、だって本当にそうやってたかどうかなんてわからない話じゃないですか。それにほら一回ね、報道ステーションでもやらかしてるじゃないですか。某富川アナウンサーがね、番組内でクラスターを発生させてしまいましてね、その場にいた番組スタッフ全員隔離って話があったでしょ。あの後テレ朝は反省して、十分な検討時間とそれから十分な対策時間あっての今回のこれでしょうからね。っていうことは放送の件、本当は反省なんかしていないし、努力もちょっとやってみましたレベルの話だったんでしょ。違うの？よくわかりませんけれどもね。謝罪も反省も生かされてないのはそういう企業体質なんじゃないんでしょうかねと。そういえば玉川さんはですね、この前起きた厚労省の問題、職員23人が送別会を開いていた件でね、マスコミ総バッシングの中でですね、それに一緒に噛みついて、厚労省の役人は信じられないだとかね、国民を馬鹿にしてるだとかね、番組内で厚労大臣は責任はどうなっちゃってるんだろうみたいな、かなり過激な物言いで、いつもの調子で視聴率稼ぎの煽り発言をしていたかと思いますけれども、あの威勢のいい玉川さんは今どこに行っちゃったんでしょうか。今回は身内で起きた不祥事とはいえですね、そこは外部だろうが内部だろうがガンガンにやってくれないとね、他人がやれば不倫だけれども自分がやればロマンスみたいなダブルスタンダードはやめてください。X。あとね、これはね、どっかのマンボウ対策で出てきた話なんでね、これ自体はですね、玉川さんが喋った話ではないかもしれませんけども、会食の時もなるべくマスクを着用してですね、食べる時だけさっと外して口に物を入れたらまたさっとマスクをしてなんて話あったじゃないですか。それを今回ね、テレ朝の社員たちは守ってやってたんでしょうかね。なんか自粛警察の親分みたいな態度でマスコミ連中はコロナ禍の食事のマナーをさもね、ご高説賜っていたかと思いますけれども、結局自分たちはそういう食事時にですね、マスクの外しつけてみたいな面倒なマスクマナーを本気でやっていたんでしょうかに、ね、取り組んでいたんでしょうかね。感染したテレ朝の4名にぜひ聞いてみたいところだよねと。僕自身はそんなの最初から無理だと思っていますし、だから誰にもねそんな食べ方を強要したりとかはしていないんですけども、今回感染したテレ朝スタッフ諸君はね、そんなやりすぎマナーをやっていた上で感染したのかどうなのか、ここのところもですね、そもそも総研で深掘りしてほしいですよね。なんかもうこのコロナ禍でコロナ対策のためだったら何を言っても OK みたいな風潮が本当ね、心底息苦しいし、そういうことを言ってる側のテレビや新聞他ね、拡散してるマスコミ連中が実はそんなのやっていませんでしたっていう話であればね、じゃあ最初からそんな現実離れした情報を垂れ流すなよというふうにも思います。それとね、もう一つコロナ関連の話してもいいですかね。ついでなんでごめんなさいね。ちょっとね、テレ朝とは関係がない話なんですけどもね、島根県知事が例の東京五輪の聖火ランナーやっぱ走ってもいいってことで了承したっていう話じゃないの。なんだよそれって感じだよね。しかもやっぱ OK のゴーサインの理由がですね、リレーのスポンサー関係の車両数を制限して大会関係者の人数も絞り込むなど極力質素な形で実施することを条件とする。だってさ、そっちの問題だったんですかっていう感じですよね。誰か著名な人がね、ランナーとして走っていくとどうしても沿道に人だかりができて、それが密になるっていうことで、そういうのはやばいでしょっていうね、そういう立て付けかと思ったらそうじゃなくて、大会関係者の人数を絞れば OK ということでしょ。ってことはこれおそらく東京から派遣されてくる五輪組織のスタッフ連中らが感染してるかもだから、それは怖いだから嫌だったって、そういうことを言っていたんでしょうかね。でこの話をもうちょっと深掘りしていくとですね、実は島根県の飲食業者が旅行業などの需要がね激減して、ニッチもサッチもいかないらしいってことで、島根ではですね GoTo イート早々にね再開を政府に要望してると。ちょっとね意味が分かんなくなってきましたよね。結局五輪を清掃の道具として使っていただけなんじゃなかろうかと。左遷は最初から言っておりますけどもね、走りたくないのであれば無理に走る必要もないし、うだうだとネガティブに考えているのであれば別にそれでは構わないんだけども、そしたらね隅っこでじっとしておけばいいんであってね、別に島根県で聖火ランナーが走らなくてもですね、僕は島根県外の人間なんで悲しくもならないし嬉しくもならないので、静かにそっとじしてくれればそれで OK ということなんですよ。聖火ランナーを走らせるのは嫌だけども GoTo は再開したいだとかねってのは、つまりね、さっきの話の延長線上でいけばですね、東京のお客さんは感染確率が高いので来てほしくないんだけども、それ以外からはね、他県からはですね、島根県に旅行に来てほしいという、そういう解釈で OK なのかな。そういう話であればね、まあいいんだけれども、そうも言わないみたいだしね、はっきりね、なんだか単なるポピュリスト知事なのかと思っちゃったりしますよね。本当ね、コロナの一件で分かったことは、マスコミも政治もかなりね、適当で言うだけ番長だったということですよね。それはね、うすうす知っていたことではあるんだけども、この1年で明確にそれがね、浮き彫りになったということでしょうかね。ある種、そんな時代の方が健全ではあるんだけれどもね。ということで、今日も話が長くなりましたけども、これくらいにして、最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。サンデーライブの感染とかけまして、まずいビール取っときます。その心はどちらも気が抜けてます。
いやしかしビールといえばお花見ということで、僕もちょっと近所の夜桜をね最近見に行ってきましたけれども、まるで人がいないでしたね。いやまあいるにはいるんだけども、そこにこうブルーシートを広げてワイワイガヤガヤやってる人もいませんし、屋台も当然出ていませんでしてね、僕あのガヤガヤした雰囲気の中で屋台の怪しいトルコ人からですね、ちょっと辛めのね、増量ソースぶっかけたケバブを食べるのが大好きなんですけれども、でまたどうでもいい話をしておりましたけれどもね、本日も面白かったよ、ためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。